こにも傷はありませんでした。バカな、あれだけの血が流れていたのに。ええ、でも確かです。私と東郷さんで確認しましたので。つまりどういうことだ。私にも何がなんだか。神樹様、どうか恐ろしい呪いから哀れな子羊をお守りください。やめてくださいよ。でも二人も不可解に意識不明ってちょっと普通じゃないわ。確かに。それにあの謎の血、タマちゃんのじゃないなら誰の。これはやっぱり女。余計なことを言いかけているのはこの口か。不吉な予言なんかさせないんだから。ふう先輩、お気を確かに。その血が悪いわけではありません。分かってるけど、恐怖でどうにかなりそうなのよ。すでになってるっぽいですな。だってそうでしょ、カリンにタマよ。勇者部の力自慢が立て続けに。なんでこんなことに。立て続けに。ふう、まさか次が順番。強い順だわ。強い順にやられてるのよ。おかしなこと。それならば真っ先に風さんが狙われるだろうに。そうだよね。風さんか若葉ちゃんだよね。皆さん少しどうかしてますよ。あまりにも不謹慎です。何？銀の声だわ。皆さん、そんな、さっきまでここにいたのに。探すんだ。誰か来てくれ。ヘルプミー。銀、皆さん。ちかげさんが、ちかげさんが、やられた。そんな、くんちゃん、若葉ちゃん、くんちゃん倒れてる。ちかげ、ふき、何があった。ったことを言え。私は何も。ただここへ来たら倒れてって。やっぱりそうよ、呪い、もみじの呪いなんだわ。とうとう3人目の被害者が。そんなのあるわけないって氷さん自身が言ってたのに。当の本人が犠牲に。やめてよ、何言ってるの。被害とか犠牲とかみんな変だよ。だが腕に覚えのある勇者がこうもたやすく次々に。それに原因も不明ですし、どうしたら。警察に連絡すべきなのでは。ねえ、ミノさんはどうしてこの部屋に一人で入ったの。どうしてって。その子、まさか私を疑ってるのか。違うよ、そんなこと言うなんてひどい。やめないか二人とも。喧嘩したって千景は目を覚まさないんだぞ。やだよ。起きてぐんちゃん、起きてよ。たかし、私がもうちょっと早くここへ来ていればこんなことには。お願いだから自分を責めないで、銀。あなたは何も悪くないわ。くんちゃん、くんちゃん。ちかげ、ユーナが呼んでるんだぞ。目を開けてくれ、ちかげ。ちょ、うるさ。え、耳元で怒鳴るなんてどういうつもりなの。非常識にも程があるわ。くんちゃんが起きた。どうしたの高島さん。泣いているの。誰、あなたを泣かせたのは誰なの。お前だ。
はぁ？徹夜でゲームをしていて今頃眠くなったらと？だから怒鳴らないでちょうだい。乃木さんの声耳の奥に響くわ。人騒がせだな、ちーちゃんは。でも本当に良かった。私はてっきり。あ、ごめんなさい、美濃さん。ゲームを貸す約束だったわね。え、それじゃあ銀はそのためにこの部屋へ来たの？美濃さんも人騒がせだ。人騒がせで済む話ではない。どれだけ心配したと思ってるんだ。別に乃木さんに心配してくれなんて頼んだ覚えはないわ。余計なお世話。それはそうだが。そんな風に言わないで、ぐんちゃん。みんな本当にびっくりしたんだよ。高島さん、ごめんなさい。二度と徹夜なんてしないと誓うわ。なんだこの扱いの違いは。というと？私だって心の底から心配したんだ。それなのにあんまりじゃないか。若ちゃん、それはね、ツンデレのツンだよ。ツン？面白い。千景ってノギーのことが好きなんだ。何？はぁ？ああ、もちろん一番はユーナなんだろうけど、ノギーはノギーで特別なのね。おお、アッキー分かってる。いつデレが来るのか楽しみね。秋原さん。はいはい。あなた嫌い。ああ、そうですか。千景、今の話は本当か？お前私を嫌ってたわけじゃ。大嫌い。ああ、そうですか。お姉ちゃん、なんかずっと黙ってるけど平気？もう落ち着いた？平気といえば平気だし、平気じゃないといえば平気じゃない。のんのん、ふんさん、あなたが元気ないと調子が狂うわ。そうだよ、ふーみん先輩、ファイトファイト。そうは言ってもまだカリンもタマも目を覚まさないし。そう、まだ起きないのね、あの二人。コウリさんみたいに眠ってるだけならいいんですけど。カリンさんもタマコさんも徹夜なんてするタイプじゃないわよね。試しに耳元で怒鳴ってみるか。それはやめた方が。今までも騒がしくしていましたし、それで起きるならとっくに目覚めているはずです。そうね。それにしても千景さん徹夜までするなんて。何のゲームをやってたんですか？探偵が主人公の推理アドベンチャーよ。へえ、頭使いそうだけど面白そうですね。どんなストーリーなの？閉ざされた温泉旅館で次々に人が惨殺されて、登場人物たちは疑心暗鬼にかかった挙句、とうとう仲間内で殺し合いが始まるという話よ。今このタイミングでなぜそんなゲームをチョイスしたのかしら。ドン引きです。何をプレイしようと私の勝手でしょ。参考までに聞くが、そのゲームの結末はどうなるんだ？まあ、なんでそんなこと聞くかな。みんな死ぬ。ええというルートもあるけど、結局犯人は悪霊に取り憑かれた探偵の助手。あ、悪霊ですか。参考になったか若葉、これが何の参考になったのか説明しなさいよ若葉。すまない、私が悪かった。聞かない方が良かった。